日本民谣乐团柚子即将在明年迎接出道20周年，为了迫不及待的粉丝们，他们率先推出纪念专辑《偷袜》，让大家可以再次听到柚子的作品。而今年他们也即将展开首次的亚洲巡演，与歌迷们一起共度纪念性的一刻。喜欢柚子的粉丝们可千万不能错过这个难得的机会哦。 MTV Idols of Asia をご覧の皆さん、大家好，我们是柚子，我是北江悠人，我是燕子霍智。僕たちは今年の夏に初のアジアツアー、ユズアジアツアー2016サマー夏色が決定しました。台湾は7月16日、17日の2日間、ATT ショーボックスでライブを行います。よかったら僕たちと一緒にライブで盛り上がりましょう。また5月20日にはなんと台湾で最新アルバムとはもリリースに決定しました。こちらもぜひ聴いてもらえたら嬉しいです。皆さんと会えるのを楽しみにしています。以上、ゆずでした。シェシェダジャ。